皆さんこんにちは、サクヤです。さあ今回も聖剣伝説3遊んでいきましょう。前回の、普通に続きですね、フォルセナへ向かおうというわけで大砲で行くのかな、これは。なんかそんな予感がするんで、さっくりと向かっていきましょう。いや大砲だよね多分ね。いや違うか、船か。いや船だな。うん、フォルセナ行きましょう。何人でもゼロルック、ありがとう。おかしいな、もうとっくにバイゼルについててもいい頃なんだけど、なんだか様子が変だわ。ってことで、まあ、幽霊戦かな。いやなんかね、やっぱスーファミで遊んだ記憶が、やや残ってたんで、あと途中でフラグあったでしょ、幽霊戦の話をしてる、それがあったんで、あるんだろうなと思ってたんですけど、さあどこ行けばいいのか、探索しよう。銀色アイテムのため、何でしょうかこの船、やっぱり様子がおかしいです。もしかすると、もしかするとっていうか、もうね、幽霊船って書いてあるからさ、あの丸分かりないよね。とったりとったり、あっねえ、この船ってもしかすると幽霊船。ちょっと待って、かすかに精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。じゃあこの船に精霊がいるってこと？わからない、もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ、気をつけて。もう邪魔ね、これは弱い。グールか、ったくもう、なんで幽霊船なんかに乗っちゃったのかしら。なんででしょうねって、言いたいとこなんだけど、よし、ちょっとフリーズした。道具屋があるのか。あ、なんで、貫く、これだ、それだ、だいぶお金が貯まりましたね。そうですね、貯金は大事だと思います。お、なんだこいつ、いらっしゃい。特に買うものはないです。いやなんかさ、もともと乗るときさ、何人でもゼロルクでいいよっていうさ、あれもちょっと怪しかったよね、よくよく考えたら。あいつがそもそも幽霊だったのか。お、武器屋もある。そんなに急がなくてもゆっくり行きましょう。これ何、光ってるよ、星の本と書かれている。ちょっと待て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 、血の本、じゃあこっちにしよう。え、何もないな。いやいや、なんだそれ。仕方ないわね、香り。まだまだ、そこ、これで、さらっけ。お金がたくさんあると安心しますね。で、あ、ここ、あ、開くわけじゃないの。地の本、死の本、呪いの本、そして闇の本を収めよう。もう書いてんじゃん。あ、間違ったやつやるとなんか出てくるってこと？
そうそう、これもだよね。あとなんだっけ。まあいいや、モンスターが間違っても出てくるだけの話でしょきっと。なったら弱そうだけど油断せず。出なかったですね。じゃあ装備更新しますか。さあ、ということで新しい装備になったところで、まあちょっぴり強くなったかな。で、あとは防具かな。いや、やっぱり出てくるのか。ホーリーボール行くわよ。ホーリーボール強い。いなくなった。いなくなったね。次の戦いに備えよう。なんかすでに1個持ってる装備があったからちょっと間違えて買っちゃったけど、まあいいか。で、光の本は別になかったよね。あ、ここ開かねえや。開くのはここ。スペクタブル。行きましょう。ハオリーボール。まだまだ。これで。逃がさない。強いね。殺技が命中してよかったです。で、ここの本は？あった。闇の本これだ。オイラやる。これかな。参ります。行きましょう。あと1個だよね多分ね。あれ、上参ります。何これ。一旦引き返して探してみよう。いや、どうしよう、間違った本入れてみる。ここか。これだ。じゃあ宝箱もオープンしとこうか。殴りかけそうな相手です。まだまだ。体力温存しましょう。ミミックだよ。逃がさない。アングリー。オッケー。だいぶお金が貯まったわね。使わないならもらっていい？じゃあとりあえずここ入れば OK かな。何これ、公開日誌？うわ、何よこれ。こんにちは。どうも、私、幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわわ、呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。あ、ずるい。みんな逃げたわね。もう、なんてひどい人たちなの。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちゃった。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼んだわよ。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってね。
この船不気味。え、二人で探索、慎重に行く。呪われて一人で待っているのも心細いはずです。一刻も早く呪いの元を見つけて解放してあげましょう。あ、ここも開いてる、ラッキー。じゃあまず関係なさそうなところから。敵いるな。アイテムはなさそうだな。なさそうだよね。なんか絵があるぞ。ちょっと怪しいな。問題なく勝てそうですが、気を抜かずに行きましょう。急ぎましょう。そこ、せっ。何もないか。特にギミックはなし。さよなら。弱そうだけど油断せず戦う。おいら急いでる。じゃあ、ここ入ってみようか。お宝。微妙。で、アイテムがプリプグサと、あとはじゃあここを回り道して行けばいいのかな。ミミックは嫌です。敵です、注意してください。逃げるぞ。急いでる。どこだ。お、なんか浮いてる。私たちの邪魔をしないでください。邪魔をするな。だいぶお金が貯まりましたね。貯金は大事だと思います。じゃあセーブ一応しようか。はい、オッケーです。じゃあ行きましょう。敵倒せ。無理して倒さなくても大丈夫よ。貯金は大事だと思います。先です。どんな作戦でいきましょうか。変身するってことは夜か。逃がさない。これがオイラたちの実力。特にんなんか音するな。まあ、ここ行ってみ、いや先にこっちだ。何にもない部屋とかなんで用意するの。なんかあったよ。何もないね。ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて私たちを解放してください。方法は一つだけ。私を倒すことだ。なんかサンドラみたいの出てきた。二人で戦うしかないのでしょうか。コウバ大丈夫、オイル負けない。参ります。真空波動槍。あ、沈黙やめろ。影が分かれた。一体何を仕掛けるつもりです。あ、どこに。あ、ガードってないの。あ、ちょ華麗にかわすぜ。めちゃくちゃうぜ。当たんないのかい。僕だ、オイラやる。プロテクターアップ。お、何消えた。ブラックレインじゃない、これ一発強いから。ほら、やっぱ強いけど敵の HP の方が多い。逃がさない。まだまだ。いや、剣に強くね、意外と。いや、ゴーストロー、これ壊せばいいのか。クラッカー無視だ。ほっ、ほら、無視。ほら、ケイジも強いじゃん、普通に。ほら、オイラの技を見せてやる。
もうちょっとだったのにな。回復してからの。ほら。今ちょっと右側にいいアングルありましたよね。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。あ、これ精霊だったのか。もう冗談じゃないわよ。幽霊なんてもうゴリゴリだわ。アンジェラが仲間になったっていうかね、お前も戦っとけよっていう感じだったよね、普通に。シェイドが仲間になったことで育成で魔法が使えますよと。ダークセイバー、敵アンティマジック、魔法を全部解除。まあ、イビルゲートくらいじゃない使うの多分。でもシェイドさんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が。いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使っていた。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭さんも同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この船が消えてしまう。え、そんな。
島文化。この様子じゃ噴火が近そうだわ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。じゃあこのまず島脱出か、まあ、時間的にいけるかな。どうだろうね。いけへん、微妙かな。まあさっくりなんとか行ってみよう。大きな生き物いた。あれ何、食えるか。わからないけど、今はこの島から脱出する方法を考えましょう。問題なく勝てそうですが、気を抜かずに行きましょう。だから そのラビリオなんだ、レベル高くね。そこそこです。ゲルが叶えた。とりあえずセーブ。はい、オッケーです。じゃあどっちだ。こっちかな。皆さん力を合わせて頑張りましょう。あ、ここ違った。行き止まりやね。よし、マインドタウン。守りの力を。だいぶお金が下がったわね。使わないならもらっていい。敵よ、気をつけてきます。とりあえずそのプロテクトアップとかいちいちやらなくていいから行こうぜ。敵、みんなで倒せ。セット、はい、急ぎましょう。急ぐけど、今回は余裕そう。ゴブリンロープ、ちょ、なんてさ、俺たち追っかけてくるの。急ぎましょう。私たちの邪魔をしないでください。そう、邪魔をしないでください。こっちかな。ゾンビいるな、気のせい。もう邪魔ね、こっちは急いでるのに。そう、急いでるんです。そこです。僕は私に任せて。あ、看板。ダークプリーストの村はこっちだぎゃ。寄ってくいきゃ。まあ、左側はなんだ。あ、まあ多分くるっと回って言ってるだけかな、多分。ここは私に任せて。あっ、これでいいんだ。じゃあここだな、目的地。いや、彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。マジで？おっ、不思議だ。いや、これか。あ、これセーブポイント。まあいいや。じゃあまず装備買っちゃおうかな。遊覧船で買ったばっかだけど、とりあえず装備が一通り揃った。多分道具は何もないと思うんで、行きましょう。こいつだな。村から西に行ったとこにある洞窟の奥に海の主が住んでるって話だぎゃ。海の主にお願いしろと。山の行き止まりの大岩の近くは星があるからわかるだろう。行ってみますか。海の主ですか。脱出方法が見つかってよかったですね。そうね、早く岸辺の洞窟に行きましょう。お金がたくさんあると安心しますね。まあそう簡単に脱出できないと思うけどな。さっさと片付けましょう。ダブルアタック。だいぶお金がたまりましたね。
貯金は大事だと思います。できるだけ避けて避けて避けて。私たちの邪魔をしないでください。みんな、ここは行き止まりか。お宝、ここだな。大岩って言ったら怖そう。以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな、崩すのかと思ったら消すのか。岸辺の洞窟着いた。どこかに海の主。まあ海の主はいいんで。岸辺の洞窟着いた。どこかに海の主いるはず。でも潮の匂いきつい。おいら鼻効かない。早く見つけて噴火前に島から脱出します。今日私はエリオットを助け出すまで死ぬわけにはいかないのです。そうやな、急いで逃げよう。敵と戦ってる場合ではない。で、ここにだいぶ奥まで来たんじゃない。何者ですか。私は邪眼の伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなので。赤い目、バイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王女か。ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのでな。黒の貴公子は何者なの。エリオットをどうしようというの。お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。おと噴火が始まってしまいました。どうすれば。随分時間かかっちゃってごめんなさい。急いでフォルセナに戻り、英雄王様に会って残りのマナストーンの場所を聞きましょう。いや、てっきりなんかあいつ戦うのかと思ったら消えたね。ブーすかブー。まあ今頃 HP 上がってもしょうがないんで。
久々に来たの英雄を。家に戻ってきたな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよう。ボルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。やつが助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも、砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。さあ、ブースカブー笛、ピギャラ。あ、ご都合主義の笛だね。で、どこに行って精霊探すのかは、まあ4つあるから、まあ好きなところから回っていけばいいのかなと。じゃあとりあえず今回は、ここの辺にして、また次回遊んでいきたいと思います。よかったらコメント評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。